皆さんはどうして日本語を勉強していますか？日本に行くため。うん、果たしてそれは本当に日本語を勉強したい理由でしょうか？僕たち人間というのは基本的には怠け者です。だからどんなに時間があったとしても理由がないならそれをやろうとはしないんですね。でも逆にどんなに忙しくてもはっきりとした理由があるなら絶対にやる生き物なんです。だから僕たちは日本語を勉強するときに最初に理由を探す必要があるんですね。皆さんが初めて日本語を勉強するときによくする間違いが、まずは教科書を開いてひらがなや文法を勉強してしまうことなんです。これは別に間違っているわけではありません。でもその勉強方法を1年2年続けることは難しいんですね。なぜなら日本語を勉強するはっきりとした理由がないからなんです。だから最初に日本語を勉強する理由を見つけないといけないんです。アニメを見たり日本の音楽を聴いたり、その中で自分が好きだと思えるものを探してください。もしも好きなものがあったらそれを中心に勉強をしていくといいでしょう。好きな人がいるから日本語が上手になりたい、そういった理由も日本語を続ける大きなモチベーションになるんです。私たちはこれから日本語をマスターするために何年何十年も勉強しないといけないんです。そのためにもまずは続けるための理由が必要なんですね。勉強が好きな人というのはそれほど多くはないと思います。僕もそのうちの一人なんですね。インターネットや YouTube では様々な学習方法が紹介されていると思います。ただ気をつけないといけないことは、その学習方法が皆さんに合うとは限らないことなんです。人にはそれぞれ合う勉強方法と合わない勉強方法があるんですね。例えば僕の場合、英語を勉強するときに僕は絶対に教科書を使いませんでした。なぜなら5分も見てるとつまんなくてだんだん飽きてくるからなんですね。僕がした勉強方法は先生や周りの友達が話しているのを聞いて、その場面や会話の表現を全部覚えたんですね。日常会話で使われる表現というのはそれほど多くはありません。だから一度覚えてしまえばあとは自分で使うだけでその表現が自分のものになるんです。この方法というのは僕にとってものすごく効果的でした。だからだん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 英語も上手になっていったんですね。もちろんこの方法が皆さんにとって最適であるという保証はありません。皆さんはいろいろな方法を試してその中で自分に合う方法を見つける必要があります。なぜならこの先1年2年ではなくて10年20年学習を続けないといけないからなんですね。だからまずは自分が苦しくなく続けることのできる方法を探してみてください。大人が言語を学習するときと子供が言語を学習するときは全く違うんですね。僕たち大人というものはそれぞれ一つの言語を話すことができますよね。皆さんの場合はベトナム語、僕の場合は日本語です。だから他の言語を勉強するときには自分の言語を使って理解しようとしないといけないんです。一方で子供の場合は全く逆なんですね。ゼロから言語を理解するんです。音を聞いて口の動きを見てそれを真似しながら学習していく、これが大人と子供の学習方法の違いなんです。よくテレビや YouTube では子供の学習方法を取り入れるべきだ、そういう声があります。これは半分正しくて半分間違っているんですね。僕たちがゼロから学習を始める必要は全くありません。でもまずは基礎を勉強することが大事なんです。言語の学習を始めた最初の 2、3 ヶ月は絶対に基礎を勉強しましょう。日本語の場合は N5 や N4 ですね。そういった文法や語彙というものは非常に大事です。例えば、トヤン君。これを日本語で表現すると、
私はご飯を食べるとなります。動詞と述語がベトナム語とは逆なんですね。これを理解していないと日本語の学習を続けることは難しいんです。だからまずは基礎を勉強していきましょう。それが日本語をマスターする第一歩なんです。先ほど大人と子供の学習方法は違うと言いましたが、ある程度基礎が勉強できたら子供と同じ学習方法をしてみましょう。皆さんが子供の頃を思い出してください。学校でどのようにベトナム語を勉強してきましたか？例えば歌を歌ったり音読をしたり作文を書いたり、そういうふうに学習を続けていったと思います。日本語を勉強するときも全く同じプロセスをたどった方がいいんですね。もちろんいきなりニュースを聞いてわかるはずがありません。大事なのは最初は簡単なものを勉強してどんどん難しいものに変えていく、この順番なんですね。いきなり難しいものから勉強しても人間はできるわけがありません。簡単なものから始めていきましょう。音読や作文を勉強して、それができたら簡単な本やニュースを見てみる。そして少しずつ難しいものに挑戦していってください。そうすることでより効率よく日本語を学習することができるんですね。日本語を日常に取り入れること、これが学習を続ける上で一番大事なことなんですね。しかしながらベトナムの人がよく言うのは、でもベトナムじゃ環境がないの？間違いなく日本に比べて環境がいいとは言えません。しかし環境というものは自分で作ることができるものなんです。例えば本当に周りに日本人も誰もいないときは独り言をしましょう。必ずしも声に出す必要はありません。いつも自分が考えることをベトナム語ではなくて日本語で考えるようにしましょう。これだけで日本語はものすごく上手になります。そして今流行っているもので言うと個人ツアーをやることなんですね。ベトナムに旅行で来る日本人相手にベトナムを案内する仕事があります。日本人を案内するときに絶対に日本語を話さなければいけません。だから自然と日本語も上手になるんですね。こんな風に環境というものは見つけようと思えばいくらでも見つけることができます。オンラインで日本人と会話をする方法もあります。いろいろな方法を試してみてください。特にベトナムに来ている日本人というのは友達がいなくて寂しい思いをしている人が多いんですね。そういった人たちと友達になることも一つの手です。しかしながら忘れてはいけないことは、最初にヒロさん日本語を教えてください、こんな風に言うのはやめてください。なぜならいきなり何かを要求されると人間というのは拒絶したくなる生き物なんですね。だからまずは何かを求めるのではなくて自分から相手に何かをあげましょう。一緒にベトナムの美味しい料理を食べに行ったり、ベトナムのいいところを紹介したり、そういった自分から相手に何かをあげることで相手も一緒に日本語を練習してくれたりするんですね。こういった考え方を忘れないようにしてください。日本語がだんだん上手になってきたら学習方法を変えましょう。皆さんは今教科書や本を使って学習している方が多いと思います。でもベトナム語を20何年間勉強続けている時にどのように学習してきたか思い出してください。家族の会話、テレビ、読書、そういったものから学習を続けてきたはずです。簡単に言うと無意識のうちにベトナム語を勉強し続けているんですね。日本語でもこれと同じ状況を作り出す必要があるんです。意識をしなくても常に日本語を勉強している、その方法が日本語をマスターする上でとても重要になってくるんですね。皆さんが日本語のマスターと聞いてどのようなことを思い浮かべますか？日本人みたいになること、そういうふうに答えると思います。確かに日本人というのは
日本語が上手です。文法はもちろん正しいですし、語彙もかなりの数を持っています。しかしながら日本人の中にも自分の気持ちをきちんと言葉に乗せて伝えることができない人もいるんです。そういった人たちはいくら文法や語彙が正しくても日本語をマスターしたとは言えないんですね。言語をマスターするときに一番大事なのは、自分が怒っているとき、悲しいとき、嬉しいとき、それぞれの状況で自分の気持ちを言葉に乗せることができるかどうかなんです。自分の言いたいことをしっかり表現することができる、それが日本語をマスターしている状況なんですね。今日ご紹介した方法は日本語をマスターするときにとても重要な方法です。言語をマスターする上で1年2年で学習というものは終わりません。10年20年30年自分が死ぬまで学習を続けないといけないんです。その時に大事なのが、楽で自分が楽しいと思える方法を見つけることなんですね。そして最後には、何も意識しなくても常に学習している、そういった状況を作る必要があります。その時に初めてマスターに近づく一歩が見つかるんですね。そしたら今日の動画はこれで終わりです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。